はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょうということで、 3.5 周年おめでとうございますということで、ガチャが来ております。はい、イングランドのガチャが来ております。こちらを徹底的にですね、解説していきたいなというふうに思います。それでは行きましょう。はい、ということでこちら、まずはですね、まずは一番重要なことからお伝えすると、常設のこの確率がなんと 6% になっております。これお気をつけください。そしてステップ見ていきましょう。ステップ1が 10% 特別獲得枠、最後の1枚ですね。で、まあ、いつもの通りこれはほぼ出ないと思っていただければいいのかなというふうに思います。10人いたら1人当たるかなというような程度で、一応ですね、それぞれにフォワードの覚醒専任コーチとかついてますが、ちょっとこれはご自身で確認していただくとして、この特別獲得枠だけお話ししていきます。ステップ3で 30% ですね。で、これもまあまあ出ないでしょう。ほぼほぼ出ないと思います。で、ステップ5の 50% ですね。ここで少し期待かなというところですね。2分1。で、6% のガチャの 50% 外すか当たるかっていうのはすごく大きいんですね。この比重が。なんで、こういうのあんまり僕は好きじゃないというか、運営さんにはぜひ改善してほしいなというふうに思いますね。50% とかじゃなくてね、なんかもっと違うやり方でいいんじゃないかなと思いますが、はい。で、ステップ7で 60%、ここも外すと結構辛いですね。はい。で、ステップ9で 70%、まあもうこれ外した時にはちょっと目も当てられないなというところです。で、ステップ10で 1人確定ですね。100連目にしてやっと1枚確定というところなので、相当運が悪ければ本当ここまで1体も出ないということもなくはないというふうに思いますね。 6% なんで、はい。で、最後の、1枠というかステップ10で、覚醒、あ、ごめんなさい、限界突破無制限のアイテムがもらえると、これはすごく助かりますね。要は好きな選手が1人当たったのと同じような状況に持っていけますので、これはすごく、助かるなというところです。で、さらには、選手を100人300人獲得で好きな星5を1人ゲットと書いてありますね。はい、そうです。100人、要は100連すると1枚好きな選手が獲得できるチケットがついております。これもすごく救いです。で、できればやっぱ200人もつけてほしいですよね。はい。言っても 6% ですよ。6% で100連するのに36,000円、200連するのに72,000円使って、6% で戦わなきゃいけない。まあ200連にも好きな選手を星5 1枚ぐらいつけてもいいんじゃないかなと思いますが、そんな、なんでしょうか。そこ蹴散らなくてもいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。で、300人目で、好きな星5がゲット。要は100と300にあるので、2周目に関して200連に関しては、まあ特にこれはついてこないというところです。はい。では、選手見ていきたいと思います。さあ、ということで見ていきましょう。なんとなんと9体もいるんですね。いや、9体で 6% っていうとですよ、1体を当てる確率が 0.6% とかなってきますので、まあかなり厳しい戦いになるんじゃないかなというふうに思います。では、ケイン見ていきましょう。今回新登場のプレイスタイル、ゴレアドール、テントリアというところで来ておりますので、まあ新監督作っていきたい人は、やっぱりこのハリケーンが必須になってくるのかなというふうに思います。さあ、特徴を見ていきましょう。オフェンスマスター当たり前のようについてますね。ちょっと前だとこのオフェンスマスターついてるだけでおーって思いましたが、現状ではまあ普通かなというふうになってしまいましたね。はい、オフェンス能力が全部ダイアップです。そしてゴールブレーカーでシュートパスダイアップというところなので、まあハリケーンが強いところ、まあステータスが高いところ、シュートとパスになっていますので、このシュートとパスのところにダイアップを1人で2つかけることができるというところで、ドリブルが低いんですよね。ドリブルがまあ1000しかないんですけど、まあここには、オフェンスマスターのダイアップがかかってくるというような感じですね。はい。で、テントリアを持っております。まあ初代テントリアを持っていたハリー・ケインですね。これがですね、まあ文章以上にちょっと強いんですよね。シュートスキル、ヘディングスキル両方がダイアップ発動率ですね。で、そのスキルがストライクダウンシュート、ごとつした時の能力で言ったらシュート系でも最強と言ってもいいぐらいの能力を持ってます。一定時間シュートパワーが特大アップし、相手ゴールキーパーのセービングが超特大ダウンです。なのでシュートを打った瞬間にですね、ゴールキーパーのセービングがぐっと下がりますので、より一層ゴールの、まあ、得点力が増すというところです。これがすごく強いです。はい。
で、ボンバーヘッドですね。一定時間シュート、ドリブル、パワーが段位アップ。これもすごく強いですね。発動してしまえば、まあ、特徴でシュート、ドリブル、パワーが段位アップの、さらにオフェンスマスタープラスみたいな、のが持っているような状況が作れるので、まあ、これかなり強いかなというふうに思います。で、AABB なので、まあ、最近の S 持ちと比べればステータスはちょっと抑えめになっておりますけども、まあ、ゴレアドール系統っていうところがどういう動きするかっていうところで、また一つ変わってくるのかなと思いますが、まあ、強い弱い関係なく、これはですね、必須の選手になってしまいます。ノースゲートを作る上では。なので、まあ、この選手はもちろん大当たりかなというふうに思いますね。はい、続いてタミー・アブラハム選手です。はい、残念ながら先に言いますけども、外れ枠だと思います。はい、ジャロロースのターゲットマンということで、ポストプレイヤー系統、まあ、クライファートだったりとかベンゼマだったりとか、すごく強い選手がひしめく合う中で、この ABBC っていうところで並べると、やっぱりまあ見劣りしてしまうのかなというふうに思います。タバリングヘッドに関して言うと、まあ、ヘディング系最強、スキルでございます。これは複合系のスキルなので、ダイビングヘッドというシーンと、あとは空中性のシーンとの2回、まあ、2種類ですね、発動することができるので、まあ、すごくこれは強いスキルかなというふうに思います。まあ、どうしても最近トリックシュートだとか、あとはビムジーシュートだとかの方がですね、普通のシュートと、空中性混ざっていて、そっちの方が、もちろんすごく使い勝手はいいので、タワリングヘッドが、ちょっと、なんでしょうか、あまり好まれて使われない傾向がありますけども、まあ、この、ヘディングはすごく優秀なので、持っといたらいいんじゃないかなというふうに思いますし、スキル継承で、センターバックとかにもすごくいいんじゃないかなというふうに思います。パワーと推進力が上がりますので、ディフェンス、の能力の方にも、関わってくるのかなというふうにも思います。はい、続いてジェラードですね。スティーブン・ジェラード、つい先月僕はゴトツを売り払ってしまってすごく後悔しております。このスティーブン・ジェラードが新バージョンで登場という形になっております。S ステ持ちでございますので、当然すごく強いんですけども、ですね、ちょっと個人的には微妙かなと思っています。はい、でまずこのオフェンスキーマン持ってるので、まあ、これはすごく優秀ですね。でキーマンだとか、レーン特徴だとか、キャプテンバフだとか持ってると結構長生きする傾向があったんですけど、まあ、最近ちょっと乱発していて、このキーマンに関しても、クライファート持ってて、ベンゼマ持ってて、ジェラード持っててという形になってきて、もうすでに、ベンゼマも使ってないとか、ジェラード使ったらクライファートも使わないとかなってくるので、まあ、キーマンに関して言うと一人しか使えませんので、なので、まあ、ちょっとそんなに、劇的に強いかって言われると、シュートパワーが大アップ、シュートスキル発動率大アップなので、まあ、大してクライファートと変わらないかなと思いますね。クライファートはシュートパスが大アップ、シュートスキル発動率大アップ。まあ、そこの違いなので、まあ、当然このノースゲートに関して言うとパワーっていうところが、結構鍵になってくるのかなと思いますけど、まあ、クライファートのシュートとパスに関しても、両方、パスもパワーも、両方ともノースゲートの 80% のコンボバフ、かかってますし、まあ、クライファートと比べても別にどっちが強いってことはないのかなというふうに思いますので、まあ、もちろん、サイドアタックのキーマン特徴を持ってない方からすると、ジェラードすごく重要になってくると思いますが、もうすでにベンゼマとかクライファートを持ってる方からするとそんなに重要じゃないかなというふうに思います。ポストプレイヤーベンゼマもクライファートも、オフェンスバリエーションでトップ下でも使えるので、まあ、あえてジェラードのここは、フューチャーする必要はないのかなと思います。そして大砲ですね。シュートパワーダイアップ。これも別に、まあ、波かなというふうに思います。で、ここの特徴も、まあ、普通ですね。で、ロングバズーカ。これはで、セイドルフが持っていた、非常に強いロングシュートです。自身も回復しますし、ゴールキーパーも落としますし、というところで、まあ、これに関しては非常に強いかなというふうに思います。で、ランク A はマスキュラーパスということで、これも強いですね。強いんですけど、まあ、ショートパスそんなに必要かっていうと、まあ、そこまでかなと思います。はい。で、ガナリー・オブライオンですね。ゴールキーパーのスタミナ大弾は変わらないですよね。
はい、変わらず。で、どこが変わるかっていうと、回復も変わらず、まあ、自身のシュートが大アップなのか、超特大アップなのか、これはですね、セイドルフの時にもお話ししましたけども、一つ飛び越えて、ごとずした時の能力が高くなりますので、まあ、ガナリー・オブライオンの方を優先的に発動できるような作り方をしていくのがポイントかなというふうに思います。で、まあ、ジェラードがちょっと微妙だというお話をした理由はここなんですよ、僕的には。はい。ですね、スタミナがまあ1000というところで、どうなんだろうかなっていうところです。はい。まあ、その、なんていうんですかね。まあ、この辺はオーナーさんそれぞれの考えなんですけど、スタミナがですね、結構高いんですよ。2700あるんですよね。で、2700のスタミナって結構高くて、例えばクライファートとかベンゼマって1000ないぐらいなんですよね。なんで、クライファート、ベンゼマとかと比べて、ここにですね、1700ぐらい、まあ、約2000ぐらいスタミナにバンって乗ってるわけですよ。で、その分他のステータスは削られているような状況になってくるわけですよね。ってなってくると、交代枠5人になった現状で、まあ、これだけスタミナに2000も余分にバンと乗せちゃったところがもったいないかなと思いますね。せっかく S ステ持ちで来ていても2000ぐらいスタミナに振られてるんで、そうなってくると、まあ、ぶっちゃけ ABB とその瞬間的な能力は変わらないのかなと思います。まあ、長期的なそのスタミナの減り方によるパラメーターの減少値っていうところで言うと、当然ですね、疲れてきた時、いや、後半に関して言うとジェラードすごく強いかなというふうに思うんですけども、まあ別に交代5人もあるしっていうところで、ガチ勢からすると、まあ、わざわざジェラードを作らなくても無理して、別にクライファート持ってたら、で、これクライファートとジェラードの、監督の、コンボ、ノースゲート監督のコンボのところを中心に、まあ、どれぐらい能力が、差があるかっていう個人の僕的なその計算式があるんですけど、まあ、別にクライファートと変わらないかなと思いますし、ドリブルっていうところでクライファートの方がやっぱりあるんで、トップ下、僕はクライファートの方がいいんじゃないかなとちょっと思ってしまいましたね。はい。なんで、まあ、当たりのうちの一人という枠組みで作られてると思うんですが、個人的には、まあ、作らないかなと思いますね。当たっても、多分ロングバズーカ配るぐらいかなと思いますね。まあ、もちろん、ごとつのジェラードを、売ってなければ、重ねて作っていったとは思うんですけどね。はい。で、続いてフォーデンですね。はい、フィル・フォーデンはすごくいい選手ですよね。個人的にも今すごく好きな選手でもありますし、結構この、何ですか、この顔が僕は好きですね。この眉毛がこうちゃんと途切れてる感じのこの作りが結構好きで、いいなと思ったんですけども、ここに関してもちょっと思うのは、もちろん強いです。シュートとパスとドリブルとスピードも高いですし、で、このサイドの位置のトラップって結構発動するんですよ。で、インサイシブっていう、個人的にはもう、最上位クラスのドリブルをランク A で持ってるというところと、フィニッシュワークも持ってるし、ゴールハンターも持ってるし、独走者も持ってるし、めちゃくちゃ強いと思います、フィル4で。で、めちゃくちゃ強いと思うんですけど、例えばロッペン持ってる方とか、この右サイドのサイドって結構いるんですよね。ロッペンもいますし、フィーゴもいますよね。っていうところで、個人的にはロッペン作ったばかりなんで、まあ、ここはロッペンでいいのかなと思います。まあ、メンバーシップの方でもお伝えしてますけど、ロッペンやばいんですよ。なんで、ロッペンでもいいのかなと。で、このロッペンでもいい理由はもう一つあって、やっぱりバンディエラ特徴、シャビの、ユーロのバンディーラ特徴がつくというところですね。なんで、イングランドのバンディーラとかイングランド染めだったら、当然フォーデンの方が全然強いんですけど、いやいやいや、別にあの、バンディーラ、ユーロのバンディーラがロッペンにもつくんで、そうなってくると、多分フォーデンとの差ってそんななくて、まあもちろんフォーデンの方がおそらくハマってくるとは思いますけどね。でもだったら、ロッペンと悩むぐらいだったら、プリズマティックトラップですよ。これは配りたいじゃないですか。なんで僕はフォーデン当たっても、まあこの
スキル要因かなって思ってしまいますね。で、もちろん、ロッペン持ってない、作ってない、そしてフィーゴも作ってない、右サイドバックに、難がある方は、もうぜひ作ってください。絶対強いです、フィル・フォーデン。しかも、このフィル・フォーデンは相当長生きすると思います。まあ、このプリズマティックトラップを持った、サイドの選手っていうのは、多分初登場。オーバメアンが一応左のウィングでいましたけど、まあ、右側で言うと、3年半やってきた初登場なんですよね。で、これ多分すごく重宝すると思います、今後。で、今後、試合、いろんな試合が行われるらしいんですね。例えば、国染め限定大会とか、星5の数、限定大会とか、まあ、いろんな大会が行われる中で、本当にこの選手っていろんなところで活躍してくれると思うので、ロッペンとか、フィーゴとか代わりがいない方は、もうぜひこれはですね、作っていいと思いますが、いる方はですね、これ配っていった方がいいんじゃないかなと、個人的には思いますね。はい。っていうところで、結構スキルが、美味しいんですよね、今回。はい。続いてこちらですね。今回、大目玉です。大好きな方多いんじゃないでしょうか。フランク・ランパードですね。まあ、史上最高のミッドフィルダーって言われたりとか、もうとにかくランパードといえば、あの強烈なロングシュートですよね。正確無比、なぜか浮き上がらない、あのレーザービームのようなシュート。非常に優秀な選手だと思います。フランク・ランパードが登場、初登場ですね。インビンシブル・ライオンということで、セントラルミッドフィルダー系と、今回ノースロンドンは、ノースゲート監督、セントラルミッドフィルダーがディフェンスミッドフィルダーのところに必要になってきます。まあ、これに関して言うと、ジェラードでもランパードでも当てはまるようにはなってますね。はい。じゃあ見ていきましょう。バンディエラ特徴が来ております。イングランドの誇り。サイドアタックの選手すべての能力をショーアップ。で、イングランド選手のすべての能力をチューアップ。いつものバンディエラ特徴という感じですね。はい。で、一人の選手に対して複数のバンディエラ特徴。まあ、これは前回もお話してますね。クラブと国籍の効果は重複しませんということなので、まあ、どちらか高い方のみになりますよということだけ覚えておきましょう。で、もうこれ持ってるだけでランパードはもうこれ人権ですよ。なぜなら、クラブ染め以上に国染めのバンディエラって本当に人権だと思います。やっぱりですね、当てはまってくるところが非常に大きいので、イングランド人全員になってくるんで、これは過去登場しているすべての、イングランドの選手に関わってきます。で、さらにはですよ、これサイドアタック選手のすべての能力をショーアップする、なので、サイドアタックの選手が今後登場してきても、このランパードはすべてにショーアップがかけられる。でさらには、イングランド選手ノーなので、これサイドアタックのイングランドじゃなくてもいいっていうことなんですよね。なんで中央突破でもポゼッションでももう何でもいいです。このゲームに登場するすべてのイングランド人を能力チューアップしてしまうという、とてつもなく、すごいバンディエラ特徴になってるかなというふうに思いますので、もうこの時点で人権かなというふうに思います。このランパードを使う使わない別に、このバンディエラは持ってるか持ってないかで、チームの今後のチーム作りの、大きな差になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。同時に今後も国染めが出てくる流れなのであれば、イタリアだったりとか、ドイツだったりフランスだったり、今後この国染めのバンディエラっていうのはかなり重要な人権になってくるんじゃないかなというふうに思います。はい。そして鉄人ですね。とても怪我しにくく、スタミナが減っても能力落ちにくい。これもすごくありがたいですね。怪我しにくくっていう時点で、まあ少し安心できますよね。フォメコンクーレの安心できる。さらには、まあ5つの範囲まではいきませんけども、その1個手前ですね。とても能力が落ちにくいというところなので、まあ前半後半延長を含めてランパード大きく活躍してくれるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、コンダクター。まあ、これは普通ですね。で、新スキルのモルテンフィードが来ております。相手フォワード選手全員のスタミナ中ダウンし、自身のスタミナが小回復、自身のパスが特大アップということで、まあ、完全にエラプトフィード、ロングパス最強のエラプトフィードの上位版が来たなという感じでございます。まあ、エラプトフィードに回復がついているというような感じかな。というふうに思いますね。で、しかもこれ結構発動するんで、回復も結構してくれるんじゃないかなというふうに思います。鉄人と相まって、ランパードかなり、まあ、疲れないんじゃないかなというふうに思います。そしてロングキャノンですね。やっぱランパードといえば、ロングシュートということで、もうこれも S ランクで良かったんじゃないかなって運営さんには思いますけども、まあまあ、ランク A でも十分強いかなというふうに思います。はい。で、5突ですね。5突の時が、回復も、バフ、デバフも変わりません。
何が変わるか超特大アップになるだけなので、まあ、大してこれはそんなに大きな差はないのかなというふうに思います。はい。で、ポイントはステータス。S ステ持ってます。当然すごく高いステータスです。で、ジェラードと違ってスタミナが915。これはありがたいですね。鉄人持ってますし、ジェラードみたいにここに振られてたらちょっとかなり微妙だったんですけども、ここが振られていない分、どこに振られてるかというと、ディフェンスがまんべんなく、ちょっと高め。まあ、ギリギリ不安な数値でタックルパスカットマークがあるというところですね。それぞれ1700ぐらいですね。でシュート高いですね。パスも高いですね。なんでなんでしょうか、ボランチを任せるには不安材料でしかない。でもちょっと高めに配置させて、トップ下とか、まあちょっと高めの位置でプレイしてもらう分には高い位置でボールをカットして、そのまま決定的なシーンを作るパスだったり、そのままロングシュートだったり、かなりそこは期待できるのかなというふうに思います。なんでがっつり守備をさせるという意味ではすごく不安が残りますが、まあ、例えばコーチを使って、タックルに400持ってなんとか2000オーバーにしたりとか、マークに400持って、2000オーバーにして、まあ、さらには一石特訓とかも全部うまくやれば、タックルパスカットマーク全部2000オーバーとかできます。で、まあとあとアクセサリーとか使って、まあ、2500ぐらいまで持っていけるのかな。まあ、そうなればディフェンス強化指導回もありますし、まあまあちゃんと活躍してくれるのかなっていうところだ。ギリギリのラインですね。だからランパードは本当作り方結構こだわらないと、中途半端な活躍になってしまいがちかなというふうに思います。なんで、まあ、がっつり前線で得点力にさせるのか、それともしっかりと守備もさせてっていうところなのかっていうところで、遺跡特訓とかアクセサリーとか、あとコーチですね、とかをうまく活用してステータスのバランスをうまく考えないと、中途半端になりがち、まあ、要は器用貧乏になりがちな選手かなというふうに思います。はい。ただですね、このシュートがこれだけ高い選手に鉄人がついてるので、バラックとかもそうでしたけど、まあ、かなり得点としては、前半後半かなり、任せられるんじゃないかなというふうに思います。バラックも出た当初は中途半端だなというところで見てましたけども、やっぱりあの鉄人というところは良かったですね。後半よくバラック点取ってくれてましたから、っていうところではちょっと期待するところはありますね。はい。なんで作り方ちょっとこだわらないと、ランパードは難しいのかなというふうに思います。はい。はい。続いてヘンダーソンですね。はい。ヘンダーソン。ジョーダン・ヘンダーソン、ダイナモということで、まあ、ダイナモ、本当にサイドアタックは大量ですね。マケレレに、あとは、まあ、化け物のマケレレでしょ。それから、モドリッチか。モドリッチもいますね。モドリッチも5つの牌持ってますからね。っていうところに殴り込んできたのがこのヘンダーソン。で、迎撃に、鎮圧。すごく強いですね。これ迎撃、パス、タックル、パスカットの、タックルマークか。強いな。で、チェック&フィードで。で、まあ、これはいいでしょう。これは、すべてのサイドアタックのキャプテン特徴に、つけることができますので、まあ、ある意味これも人権というか、一体持っておけば、今後、どんな時でも、キャプテン特徴を少し強くすることができるというものですね。まあ、極小なんでね、正直そこまで重要かっていうと微妙なラインではあります。はい。まあ、お守りみたいな感じですね。はい。で、何よりもやっぱり、ファーストスキルがフェリアスマークというところで、まあ、最強のマークスキルですね。ちょっと前に運営さんの公式のあの配信で、スキル強度の話があって、フェリアスマークだいぶ下でしたけど、あれはちょっと僕の中で思うことがあって、まあ、ちょっとこれは結構、完全に僕の思うところなんで、あの強度に対しての、その、運営さんの数値の出し方とか、なんであのランキングになったとか、僕の中で答えがあるんですよ。なんで、それに関しては、まあちょっと完全に、僕の独断なんで、あのメンバーシップの方で話そうかなと思いますけど、僕はあれは間違ってると思います。はい。なんで、あの運営さん、まあ公式が出してる攻略情報を信用するなっていうのもおかしな話なんですけど、僕は全く信用しません。あれは。だから、まあおすすめはあんまり気にしないことですね。はい。フェリアスマーク、心配なく強いです、これ。はい、強いです。なんで、これを初期で持ってるっていうだけですごく強い。で、このステータスぶりも強いですし、特徴も強い。
強いんですけど、僕は作らないかな。負けれれもいるし、なんなら負けれれももう試合出れてませんからね。でモドリッチもいて、なんならシャビもですよね。だって片割れがセントラルミッドフィルダーノースゲートは必要なので、そうなってくると間違いなくランパードとかセイドルフとか、まあ何かしらセントラル置きますよね。で相方1体しかディフェンスミッドフィルダー置けないんだったら、ヘンダーソンとモドリッチを比べたら僕はやっぱり5つの牌持ちのモドリッチかなって思ってしまうかな、っていうのと、あとこれ配りたいですよね。これだけのスキルを、これだけのスキルをですね、3体4体くっつけるのもったいなくないですかっていうふうに思ってしまう。なので僕はヘンダーソンが出ても作らないかな。なんか今回、まあちょっと最後に総括で言いますけど、はい。なんで、まあもちろん、最近始められたばかりの方とかは全然ヘンダーソンめちゃくちゃ強いんで、ぜひ作ってもらえればなと思いますが、負けれれいるよ、モドリッチいるよ、シャビいるよっていう方は、まあこれ配るんじゃないかなと、これ配るオーナーさんが多いんじゃないかなというふうに思います。まあ1体は持っときたいですよね、お守りとしてこれがあるんで。っていうような感じかなというふうに思います。はい。あとはそうです。さっき言ってた、シャビもモドリッチも結局バンディエラがつけれるんですよね。ユーロスターズのバンディエラがつけれるので、ヘンダーソンと戦えるっていう話ですね。例えば、モドリッチ持ってます。マケレレ持ってます。でも、シャビ持ってないので、バンディエラはつきません。だったら、ランパードのバンディエラがつくイングランドのヘンダーソンの方が強くなります。はい。まあ、これはもう、かかってくる全部のステータスにチューアップとショーアップかかってくるんで、まあ、当然ヘンダーソンが圧倒的に強くなりますし、もともとヘンダーソンめちゃめちゃ強いんで、まあ、そこにバンディエラ加わって迎撃に鎮圧にフェディアスマークでしょ。これは化け物ですよ。はい。まあ、ただ、シャビも持ってるし、モドリッチも持ってるしって場合だったら、別に無理して作る必要はないですよっていう話ですね。まあ、どうしてもサイドに関して言うとユーロスターズが結構インパクト強くて強いんですよね、全体的に。なんでそことの兼ね合いで無理して作る必要はないっていうレベルです。はいはい。続いてテリーですね。はい、ジョン・テリーですね。こちらも S ステで来ております。そしてとんでもなく強いと思います、この選手。はい。まずステータスから先に見ていきましょうか。これがやばいんですよね。ディフェンス4428、これえぐいですね。タックルもぶっ飛び、でパスカットもめちゃくちゃ強い、でマークもめちゃくちゃ強い。もうこれがすごい。でパワーもすごくあるっていうところで、これはかなり硬いセンターバックなんじゃないかなというふうに思います。あと精神力とパワーが高いというところで、ヘディングもコーナーとかすごく点取るんじゃないかなというふうに思います。はい。で、キャプテン特徴ですね。これ強いです。スリーライオンズの投手、役割がキャプテンの時、センターフォワード、右左のウィングに配置されている得意戦術がサイドアタックの選手のここです。シュートを特大アップし、キープとトラップを大アップ。これめちゃくちゃ強いです。はい。現状、例えばモドリッチとかだとシュート大アップだったと思いますので、これ特大アップってなってくるとすごく強いと思います。ただでさえ強いセンターフォワード。まあ残念なのは右と左にウィングがいないというところですね。このフォーメーション、ノースゲートに関して言うとセンターフォワードの2枚にしかこのキャプテン特徴がかからない。これがすごく残念ですね。すごく残念。なんですけど、これどうなんですかね。右左に配置されているとオフェンスバリエーションの場合は、右左のミッドフィルダーにもオフェンスバリエーションでこれかかってくるんですかね。誰にもわからないですよね、これは。運営さんしか多分。わかる方いたらコメント入れていただければ嬉しいんですけども、もしかかってくるんだったらえげつないですよね。でも多分かからないと思いますけど。はい。まあ、それにしても、ケインともう片割れ、エムバペなのか誰なのかわかりませんけど、ただでさえオフェンス強化指導、回がついてたり、ゴールハンター、なんだっけ、オフェンスマスターとかが普通になってきているセンターフォワードに、この特大アップをさらにかけれるっていうのはかなり強いんじゃないかなというふうに思います。そしてディフェンスマスター、ディフェンス能力は大アップ、すべてですね、タックル大アップ、マーク大アップ、パスカット大アップ。でしかも、基礎のステータスがめちゃくちゃ高いので、大アップ、えぐいと思います。そしてボールジャマーですね、これもめちゃくちゃ強い。パスカットタックル発動率が初期で特大アップしてくれてます。しかもロックボールタックル、現状タックル最強と言っても過言ではない。まあリペアタックルなのかロックボールタックルなのかというところだと思いますが、
一定時間タックルが特大アップ、まあ、これが強いですよね。タックル特大アップの一定時間というところですね。連発で発動してえげつないことになっていって、もうあのジョン・テリーは抜けないみたいな、なってきがちですよね。はい、でさらにはその対象選手、食らった選手がシュート特大ダウンですね、しますので、シュート打っても精度が低くて入らないというようなことも出てきます。あとはこのロックウォールタックル、まあ、キーパーにつけたりとかもできますので、すごく優秀なタックル、そしてリベンジパスカットも持ってますというところですね。ゴトツの、スキルが一定時間タックルが超特大アップ、えぐいですよね。連続で発動したら一体タックルどうなっちゃうんだっていうような状態、さらにはシュート超特大ダウンしますので、これはえげつなく強いと思います。もうステータスも文句なし。まあちょっと心配なのはパスとスピードがないところかなと思いますけども、まあいいでしょう、それはさておき、もうとにかく守備頑張ってくださいというところですね。あとはセンターバックのキャプテン特徴って個人的には結構好きです。使い心地はいいかなと思いますね。はい、大当たりですね、ジョン・テリー。はい、でジョー・ゴメス、はい、申し訳ございません、これは外れ枠でいいんじゃないかなというふうに思います。まずは ABBC の時点で少しちょっと劣るかなというところで、サイドアタックには、マグワイアだったりとか、アルバだったりとか、イエローだったりとか、スタムだったりとか、まあ、強烈なセンターバックがひしめいてますので、ちょっとジョー・ゴメスが入る隙はないのかなと思いますし、最近始められたオーナーさんだったとしてもジョー・ゴメス作らなくていいんじゃないかなと。 ABBC のセンターバックっていうのは、これを超えるセンターバックっていうのはいくらでも出てくるのかなというふうに思いますので、まあ無理して作る必要はないのかなというふうに思います。はい、続いてピックフォードいきましょう。ラストですね、ジョーダン・ピックフォード選手、この選手、まず強いですね。ただちょっと心配なのは、セービングとハイボールとパスにかなり寄ってるんですよね。なんで、どうなのかなと思うのは飛び出しの部分ですね。だから、1対1の場面とか作られたら結構しんどいのかなっていうふうに思うのと、あとは飛び出しって結構コーナーキックの時にも重要なんですよね。ハイボール処理よりも先に僕は飛び出しとか重要かなと思ってたりするんで、そこの動きがちょっと心配かなっていうぐらい。ただセービングの数値は過去最高数値ですし、まあ普通に強いだろうなっていう感じですね。これにだってエヴァンディエラつくんですもんね。めちゃめちゃ強いと思います。フィールドキーパー、パス、セービング、ダイアップ、まあ自身が尖ってるパスとセービングのところにさらにダイアップかけるので、まあ、普通のダイアップよりもこれ結構効果あるかなと思います。で PK ストッパーに関して言うと、 PK の時以外は基本的にはあまり意味がないのかなと思いますので、まあ、決勝トーナメントとかに当たり前のように行くぞというオーナーさんとかガチ勢からすると、これはすごく重要になってきますけども、まあそうじゃない限り、最終予選とかではあんまり意味がないのかなというふうに思いますね。はい。で、リファインセーブ。これは、強いですね。ゴールキーパー最強のスキルです。ブッフォンが持っているリファインセーブ、ついに登場という感じで、自身のスタミナ、中回復です。これ、小回復の、スキルもありますけど、リファインは中回復なんですよ。もう最強です。もうめちゃめちゃ回復しますし、基本的にリファイン持っているキーパーって、リファイン初期で持っているブッフォンとかって、スタミナ減りません、本当に。ガンガン発動しますし。はい、で一定時間セービングが超特大アップし、相手フォワード選手全員のシュートと精神力大ダウンなので、まあ、めちゃくちゃ相手の、シュート精度が下がるという感じですね。でピンポイントフィード、まあ、ここは普通のフィードなんだっていうところと、まあ、ここが、ごとつして回復一緒です、セービングのアップも一緒です。何が変わるかというと、シュート精神力特大ダウンになってる、ここが大ダウンだったのが特大ダウンになってるっていうだけですね。はい、っていう感じですね、ピックフォード。まあ、かなりセービングに寄ってるなというところですね。はい。まあ、この辺はセンターバックとの兼ね合いで、まあ、何度でもなるかなというふうに思いますが、まあ、すごく、強いキーパーには間違いないかなというふうに思います。はい。ということで、9人大変ですね。はい。ということで、ざっと9人、見ていきました。まあ、作りたいなと、個人的に思うのは、ケイン。それから、ランパード、テリー、ピックフォードですね。で、スキル美味しいなーってところが、フォーデン、ヘンダーソン、ジェラードってところかなーって思いますね。はい。で、
実際これ 6% なので、これ総括してお話しすると、正直これスルーもありえるかなって思います。言っても 6% なんで、例えばケイン作りたい、ケインとテリー作りたいってなっても、本当相当運が良くないと100連で肩つかないと思いますね。で200でも肩つかないんじゃないかな。だからめちゃくちゃそのアイテム余ってるとか金コインあるよっていう人は200とかでも運が良ければ形になりますけど、これアブラハム、ジョー・ゴメスが5体ずつとか出た日にはとかも、そういうこともありえるんで、結構怖いと思いますよこのガチャ。うん、なんで本当にスルーしてもいいぐらい軽く、うん、軽く引いて出たらラッキーとかで、最近始めたばっかでサイドアタック強くしたいよとかだったら全然いいんですけど、もうずっとやっててユーロスターズちゃんとできてるとか、まあ、あとフィーゴもいて、そのレアルゾメのそのベンゼマとかもいてとか、っていう場合だと、わざわざ例えばジェラードに切り替えて、キーマン切り替えてとかねえっていう必要はないのかなって思いますね。キーマン、ジェラード、うん、でキャプテン特徴はだって無理してテリーじゃなくてもイエローだったりモドリッチとかも優秀なんで、でそうそもそもですよ、そもそもあのユーロスターズの時点で僕だったら例えば全勝してるんですよ。前回のダイヤモンドディビューの最終予選一回も負けてないんですよ。もっと言ったらその前も多分負けてないんで、って考えたらもう現時点で何の強化もしなくたって別に強いわけですよ。まあ確かにパオリ監督と戦うようになるんで、次からあの強烈 AC ミランとってなってくるともちろん勝率は下がるんで、まあもちろんノースゲートにしていくんですけど、要は選手ここまでガラッと変えなくてもノースゲートに変えるだけで結構勝率は安定するかなと思うので、まあ無理して追いかける必要はない 3.5 周年なのかなと個人的には思ってます。はい、まああくまで鳥取キングダムの独断と偏見ですので、皆様のチーム状況を考えながら、やっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、長くなりましたがこの辺で 3.5 周年ガチャ解説終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。The cold nights just don't feel the same.